お疲れ様です、吉田さん。今度の選挙の時はここまで山本太郎さんの名前使ったんだから、令和新選組に一票入れてください。まあ、そうした方がいいですよ。まあ、あまり政治に興味がないんだったら、その興味のない一票をね、令和新選組にいかがでしょうか。まあ、ということでね、まあ別にこれはね、お願いするもんでも共有でもないと思いますけども、まあ各位、私も前回はね、ガーシーに入れてますからね、NHK 党とガーシーに。ということでね、令和新選組については最近なんですよ。以前からずっと関心と興味があって、あ、やっぱり山本太郎さんすごいなと思ってたんですけども、私の山本太郎さんへの注目っていうのはやっぱり南の帝王の公平なんですよね。芸能人としてチェックしていて、でなんか原発の騒ぎの時にちょっと方針転換して仕事がなくなって、あ、山本太郎さんの作品が見れなくなって残念だなっていうのと、南の帝王の続編がなんかできなくなっちゃって残念だなっていうのとね、両方あって、で山本太郎さんがテレビで見れるんだったらいいなと思ったら、 YouTube でね、凱旋活動とかして令和新選組立ち上げて、で結構その話の内容もね、すごくいいことでも奇想天外なことばっかりだったんで、まあ、非常に、まあ、勉強になるなっていうことと、もうやっぱり芸能界で生き延びた人がね、腹を決めるとここまでの力を出すんだなと思って、単純にすごいなと思いましたね。芸能界としての立場よりも今政治家としての立場の方が圧倒的に強いし、インパクトがあるし、本当にこの方針転換は良かったんじゃないかなと思います。あとね、やっぱこうお金の問題ですけども、山本太郎さんって結構稼いでいたはずなんですけども、政治活動する上でお金がどんどんなくなっていってですね、まあ、まさに安定した自分をかなぐり捨てて、この日本を変えるために投げ打った自分の立場だったんだなっていうことを感じますね。時間的自由とか、その金銭的自由を手に入れたら、世のため人のために働きたくなるっていうのは、これはまあその通りではあるんですよ。でも実際に自由になると、あんまり人のためにやりたくなくなる。せっかく自由を手に入れたから、この自由を自分一人で使いたくなるっていうのも一つなんですよ。だからそう考えていくとね、なんかその何、この前ね、有吉さんかなんかの、有吉っているでしょ、岩盤猿とか、なんか分かんないですけど、芸能人のことは、辛口芸人と言われてる人ですよね。でその人の YouTube を見たんですよ。まあ、テレビで見ることはなかったんで YouTube で見たんですけども、そこではね、なんか若いママがその旦那の悪口を言ってるんですよね。でそれを有吉さんが聞いていて、その女の人がいざとなったら旦那と別れてやるとか言うんだとか言って強気なこと言ってたんですけどもね、そこに対して有吉さんが、旦那さんは奥さんに離婚を切り出されて、あー畜生って思うばかりじゃないんですよ、やったーってなる人の方が圧倒的に多いんですよって言って、なんかそっからね、番組の空気が一気に面白くなって、あ、それは大いにあり得るなとかね。なんかその自分が浮気をしたりとか、なんか重大 なんかギャンブルで借金作ったみたいな感じで離婚を切り出されるのは確かにね、ちょっと心痛いところあるんですけども、なんか奥さんの勝手な気持ちで離婚を切り出されるのに関しましては、もうすごくやったーなんですよね。そういうのはなんか有吉さんとかね、なんか辛口とは言いながらもなかなか面白いこと言うなと思ったんですけどね、なんでこんな話になったんでしょうか。全然関係ないですね。まあ山本太郎さんの話に戻るとね、やっぱこれ時間の自由を手にした時って、それを誰かのために使いたいとやっぱ思うんですけども、例えば家族のためとかね、それが負担になった時にポンとね、自力で稼げる人ってどっか行っちゃうことがあるんですよね。だからそれですよね、政治家を目指して実際政治家になって、自分が一定の権利とあと収入を得た時に、やっぱやめたって自分のためにね、自分のバッジのために生きることを選ぶ人もいるというところで、山本太郎さんはすごいですね。最初からの熱量が変わってないなってところですよね。そんな山本太郎さんに一票、いってらっしゃい。